どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は新パックよりムーンライト月光やっていきましょう。ムーンライトね、アーク5のアニメアーク5のセレナちゃんっていうすげえ可愛い女の子がサムネにもなってると思うんですけども、セレナちゃんが使っている、デッキでございまして、幻想と同じパターンですね。キャラクター来てねえけどカードだけ来てるみたいなパターン、パターンです。で何やっていくかっていうと、めちゃくちゃ脳筋で融合して殴るっていう女の子なのにめちゃくちゃ脳筋なんですよ。人すげえ脳筋モンスターで、なんかものすごい打点で殴るみたいなデッキになってまして、で先にちょっと融合体から説明していこうかなと思うんですが、まずですねこれ、サーベルダンサー、ムーンライトサーベルダンサー、パンツ履いてなくねっていうね、この人、こいつマジで強いです。で出し方ちょっと難しくて、ムーンライト ×3 ってことでムーンライト3体融合なんですよね。でこのカードの攻撃力が、お互いの墓地の重戦一族モンスター、または除外されている重戦一族モンスターの数かける200アップするっていうことで、3体融合するんで、だいたいね3600打点が最低ラインぐらいになるんですよ。で丸2番見てください。相手の効果の対象にならない、めちゃくちゃ強いでしょ対象に取らない打点3600ってマジで強くないですか。呼吸と使うみたいなとこありますからね。で一応、墓地のこのカードを除外すると融合モンスターの打点を3000アップするっていうのがすげえ脳筋効果もついてまして、これなんかサイバーダックローとかで起こしたりとか、なんかああいうことすると結構その3000打点をアップしたネモスとかができたりするんですけど、これが一応エース1でエース2、こっちも意外と強いんだよね。これムーンライトキャットダンサー、キャットダンサーさんいい足してるなぁ、いいおみ足をしている。そんなことはどういうんだ。ムーンライト ×2 で融合できる。まあ、こっちの方が出しやすいですね。で、戦闘で破壊されないっていう、要するにアマゾネスクイーンの効果を持っていて、で、1ターンに1度、自分のメインフェーズ1に、このカード以外の自分のフィールドのムーンライトをリリースするんですよ。こいつ以外のね。そうすると、このターン、相手モンスターがそれぞれ1度だけ戦闘では破壊されないし、2回攻撃全部にできるっていう。なんかもう脳筋の極みみたいななんか脳筋という文字から現れ出た最強のモンスターみたいな、そういうイメージですよね、どっちかというと。で攻撃宣言時に一応100ダメージ与えるっていう、なんかすげえおまけのみたいな効果がついています。じゃあどうやってキルを取っていくかっていうと、まずはやっぱりこれを出すっていうのは結構耐久力が上がって強いんだけど、出しにくいと。これの効果が結構強いんですよね。こっちの効果でキル取っていくことが多いです、どっちかっていうと。ほんでどうやってじゃあやっていくか。火球モンスターがすげえ強いモンスターめっちゃいて、ムーンライトってこれ結構出張パーツみたいなこと言われてるらしいんですよ、 OCG では。まずねこの赤がガチ強いっす。これ効果で墓地に送られると相手のフィールドのモンスター、表側のモンスターの攻撃力をゼロにできるよっていう効果がついてるんですよ。で一応墓地から除外するとムーンライトのを対象にする魔法トラップカードをモンスターの効果を無効にしてなんかライフ回復するみたいな効果もついてるんだけど、もちろんこれも強いよ。丸2番もこれも強いけど、丸1番がガチで強くて、これなんで強いかっていうと、ネオスフュージョンとかあとこのムーンライトフュージョンとかで送るのって効果で墓地に送るっていう扱いになるんで、これ送るだけで相手のだってゼロにできるんですよ。強すぎんっていうだから簡単に言うとですね、なんと、竜魔道の守護者1体だけで、1体と手札コストだけで相手のフィールドのモンスターが1体であれば、こいつをネオスフュージョンで落として2600と、1800で殴ってワンキルなんですよ。だから竜魔道とコスト1枚で盤面によってワンキルっていうね、強すぎないこれライフ4000きついんだけど、ライフ4000きつくないですかそろそろ。で、黄色は効果でもちろん送られるとムーンライトの魔法トラップをサーチできるんですよ。あと、ムーンライトを手札に戻すと墓地からもしくは除外されてるゾーンから特殊召喚できるんで、こいつで素材を確保する。要は、例えばね、この緑は召喚特殊召喚に成功すると、手札を捨てて、デッキからワンドローするっていう効果なんですけど、これ効果で手札は墓地を送るんで、だからこれをイエローを緑で捨てると融合ムーンライト融合っていうこのムーンライトフュージョンっていう魔法カードがあるんだけど、これをサーチしながら、こいつが墓地に行くんですよ。でイエローを墓地からこいつを戻しながら蘇生すると、素材が2個になるから、素材が2個に返ってくるから融合をサーチしながら、2体にできると。これで結構こっち出したりとかしますね。でムーンライトフュージョンがめちゃくちゃ強いのはこいつの効果、これが、自分の手札フィールドからムーンライト融合モンスターを、特殊召喚できるっていう効果なんだけど、相手のフィールドにエクストラデッキから、特殊召喚されたモンスターがいれば、自分のデッキもしくはエクストラデッキから、ムーンライトを融合したにできるよと、1体だけ。だからネオスフュージョンのちょっと控えめ版みたいなイメージですね。だからデッキからこれ落としたりとか、これ落としたりとか、これ落としたりとかできるんですよ。これで脳剣で戦っていくっていうイメージで、スキルなんですけど、融合の使い手とかでもやってたんだけど、別に融合の使い手じゃなくてもいいなってなって、これスキルは環境をめたれるスキルだったら何でもいい気がします。何でもいい気がする。なんだかなんとなるから、今は一応原生武器の制約っていうワイトに変えるやつ、墓地をこれ結構強いんだけど、ライトロード流行ってっからさ、ライトロード流行ってっから全部ワイトに変えたろうと思って、全部ワイドに変えるための原生復帰を制約にしていて、あとこれね、ブラックロードとか飛んでくるんですよ、すぐデッキさばきとか。だから耐えるように誠意、これ効果で破壊されないから、戦闘破壊耐性とか対象を取れないよっていう効果はあるけど、効果全体破壊はマジ無力なんで、これで守るみたいなイメージですかね。早速、デュエルご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。いや、素晴らしく脳筋だね、このモンスターたちは。素晴らしく脳筋脳筋力がすごい。いやー、ムーンライトって結構 OCG でも割と大会とかでも結構そのシングルイリミネーション的な大会とかだと結構いるんだよね。やっぱり多分サイバー流みたいな、その意味合いで多分高校ワンキルが結構簡単に取れるからだと思う。多分OK、ライトロード OK、ライトロード OK、ライトロード OK、これ5000か、5000めんどくせえな。ライフ5000じゃなかったら勝ちなんだけど、これこういう甘い盤面あるじゃないですか。この甘い盤面基本勝ちなんですよ。竜窓の守護者でしょ、竜窓の守護者すんじゃん。でセイ小手サイでいいか、これライトロード小手サイ使わねえわ、多分小手サイ使わないから、ネオスフュージョンじゃん。でネオスフュージョンするんですよ、これでネオスフュージョン発動、ネオスフュージョン発動して、これ一回赤して赤して赤して、黄色でもよかったかも、いいや。赤すんじゃないですか。で赤効果発動するんじゃないですか。でこれ打点ゼロにするんですよ。これでこうするんですよ、これ強すぎるんだよ、これで。スキル発動しといて、でワイトにしといて、でセットしといて、バトルぶん殴っていく。これ勝ちなんだよな。ライフ増強アルファとかいう最強スキルじゃなかったら勝ちなんだよな、これでぶん殴って、あえほらほら、やばくない？この動きやばいんだけど、対象に取れるモンスターだったら勝ちだもん、これ。援軍、なるほど。強っ。援軍は強い、普通に。援軍は普通に強い。うわ、オッケー、サマナ、オッケー。結構やばいですよね、やってること。結構やばい。キル取れなかったから、今、黄色取れなかったかもしれない、普通に。ボチョ君の。いや、ルミナスやめて。ルミナスはやめて。ルミナスやめて。一応、ブラックローズは耐える。さばきも一応。1枚、2枚、3枚、4枚。やべえ。揃ってるー。さばきいるんすか、これ。ジャッジメントいますか。アサシンライデンはいいよ。アサシンライデンオッケー。さばき落ちた。ライデンも落ちた。でもシンクロするよね、これ多分。シンクロしてるブラックローズかな。ブラックローズだったら1回誠意打つわ。これブラックローズ、ライトローズが多すぎて誠意積んでるから、今。ライトロード強すぎて誠意積んでるっていう。エバリー、はい。エバリー、オッケー。エバリーはオッケー。エバリーで出せるの強いのに。バトルフェイスオッケー。プレイそっちか。それはオッケー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 。いいでしょう。いいよ。ちょっとムーンライト、黄色だった、これ、ここ。なるほど。なるほど。ムーンライトか？これは、ムーンライトフュージョンだ。ムーンライトフュージョンで、これはキャットダンサー、キャットダンサーである必要もねえな。別にサーベルでもいいな、トラでもいいな、トラでもいいな。トラ行くか、トラ行こう。赤赤緑緑落として現れいでよ、全てを切り裂けノーパン女、ムーンライトサーベルタイガー、そしてムーンライトクリムゾンフォックスの効果発動、相手の盾をゼロにしていく。これは蘇生する必要性はない。これ蘇生するとなんか多分効果無効なんだよな。効果無効なのか別にいいや。いいえでふってやって、よしよしよし、バトルフェイズくらえうわーっていうわー、強い、強すぎ、ちょっと無限にさクリムゾンフォックスが強すぎませんかねこれ。さあお相手の方、武藤由紀さんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。僕もんのさスキルどうなるんだろうね。あれ早く仕様をてか細かい仕様出せよ。聞いてるかおいこんまいしっかり煽っていく。俺公式から仕事もらってるのにこんな煽ってんの俺ぐらいじゃね多分世の中で。コズミックサイクロン OK、 コズミックサイクロンか。守備表示モンスターはちょっとキル取れないんですよね。守備表示はキルが取りにくいってある。表側攻撃表示やったら勝ってた。これはまた表側攻撃表示はプレミみたいな時代じゃないこれもう。表側攻撃表示プレミ時代じゃないかだってこれ。これだって二伏せあってもキル取れますからねこれ。二伏せしてあってもなんかコツコツ打ってでなんか竜魔道とクリムゾンフォックスとネオスでキル取りますからね。強すぎなんだよな。なんだろうな、殺意が高すぎる。殺意しかないからねこのババア殺す気満々っていうね。もうこれガンセだ。セットでバトル。おい雷光強い、雷光お父さん強い、光のお父さんが強い。まあでもバックかなこれ。なんだろう、バックちょっと破壊するのやめてほしいな。バックちょっと誠意だけ、おおなるほど。ネオスフュージョンの効果で耐性がなくなった。これで次あれですね、あいつだったらやばいですね。ジャッジメントだったら、ジャッジメントだったら結構やばいこれ。誠意でなんとかするしかないこれ。お茶を濁すしかないこれ。魂するしかないこれは。ちょっと頼むマジでやめてちょっときつい。落ち着こう。ジャッジメントするのやめよう。これほんと強いよね。でもジャッジメントってなんでさこんなモンスターが許されたのこれ。リンクスこれインフレえぐくないか。インフレーションがえぐいてこれグラディアルビーストえぐいてもびっくりのこのえぐさですよねこれ。さあ考えております。フェリスはリリースすると相手モンスターを破壊するという効果。あーやばい出てきた魂の賢者の誠意発動。生きろ生きろネオス。おープレー生きるんだネオス。生きろそなたは美しい。あーソーラーエクスチェンジ。いや強すぎなんだってマジで。半端ないよこれ。もうきついよ。サムナールミナスなんでルミナス送ったんだろう。ルミナスでアサシン蘇生したらライドロードミカエルで勝ちじゃないこれ。なんで送ったんだよルミナス。コストなかったんかな。コストなかったところだったらわかるけど、ちょっとマジでやめてシンクロしないでお願いだから。何こいつ誰やこいつ誰や。あーなるほど、除外して1枚除外し、強っ。せっかく耐えたのに痛いよやめて。あそこまでオッケー。生きたなんかギリ生きた。これ何引いたら勝てる。これ何引いたら勝てる。これ緑かあ緑か。黄色いるから3点削ればいいんでしょ。これいけんじゃないこれさ。まあとりあえずムーンライトエメラルドバードをなんか特殊召喚して、エメラルド鳥の効果でまあ捨てるじゃないですか。でワンドローしながらいらねえな。ムーンライトイエローを蘇生していく。でこれで素材を2体にしていく。でムーンライトフュージョンしていく。あ、これは美しい。これ美しいやつだ。魂だ。魂のキャットランサーだ。現れいでよ、月明かりに舞い踊る美しき野獣、ムーンライトキャットダンサー。にゃー。そして緑効果で黄色蘇生。そしてキャットランサーの効果リリースして2回攻撃&相手に戦闘破壊耐性を与えるやつ。そしてなんか知らねえけどセットしなくていいよ別に。これ全部ワイドに変えます。全部ワイドに変えてあんま意味ないけど変えてバトル。にゃーダイにゃーキャットダンサー強すぎー。根っこヒーロシ、根っこヒーロシ、根っこヒーロシ。ルイマドを召喚しルイマドの効果発動。猫ひろしさんって今何やってるんですかね。カンボジア人になったんですかね。なんかカンボジアに行ったっていうのは知っています。カンボジア人になってマラソンなんか代表、カンボジア代表を目指すみたいな話は知ってるんですけど、あれどうだったんですかね。計画は今何してるんでしょうか、猫ひろしさんは。マジでどうでもいいなこれマジでどうでもいい。深夜テンションにつきお許しください。でムーンライトフュージョン持ってきながらのセットエンドじゃねえこれで。はいこうどうですか、強そうに見えるでしょこのセットカード。このなんか二伏せしたらちょっと強そうに見えないこれ。まあクソ大したことないカードなんだけどねおセットいいだろう。クソ大したことねえカードなんだけどなこの2枚。セットカードはちょっと面倒くさいから表側で攻撃出してくれますか。表側攻撃表示出していただきたいんですよね基本的には。まあ、とりあえず一旦殴りまーす。誰とでもセクロスアタック。あ、なるほどフリッターか。この何さっきんだろう。ブレイブネオスの効果発動する。もちろん発動していく。ブレイブネオスの効果によってネオスフュージョンを手段に加えていく。ちょっとねムーンライト足りないんだよね結構。あんまり入ってないから 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ぐらいだっけ、はいしか入ってないから。デスカンガルー、デスカンガルーどういうことどういうことどういうデッキこれ、どういうデッキ。デスカンガルーってなんだよ。ターン終了。デスカンガルーってガチで何、どういうデッキ。ポケモンじゃねえのか。そしてなんかスキル見忘れたけどまあいいや。融合、なるほど融合。デスカンガルーってさ、デスカンガルーってさ、あれじゃないの、脇毛白すぎおじさんじゃないの。あ出た、脇毛白すぎおじさんだ。強い。伊達高えって、伊達高えよお前。なんだよこいつ。野生解放はどういうこと。ちょっと待ってちょっえどういうこと。どういうこと、どういうこと。いやちょっとどういうこと。ちょっと待って、パニック症候群。